ラリーズ。皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。本日は西麻布のおしゃれなレストランで張本智和選手の琉球アスティーダ入団記者会見があるということで向かっています。早速記者会見の様子を紹介したいと思います。この琉球アスティーダに入団するという一番の決め手というのは早川社長の熱意というものが一番強かったです。 T リーグ1年目から常に卓球に対する熱意だったり選手に対するリスペクトっていうのは違うチームでありましたけどそれを間近で感じていましたし本当に卓球が大好きなんだなっていうのを感じていたのでそこが一番自分の中で大きかったです。さらに普段の練習の環境面でも様々な支援をしていただけるということもお話をいただいたのでその中で琉球アスティーダの入団を決めさせていただきました。入団して一番の目標はもちろん T リーグの王座だったのでこれは必ず来シーズンで成し遂げたいと思っています。仲のいい選手がたくさんいるのでいいチームでそして優勝できるように頑張りたいと思います。これから応援よろしくお願いします。去年東京オリンピックでシングルスでメダルを取れなかったっていうのが自分の中で一番悔しさであって団体では全勝でメダルを獲得できたんですけど最後シングルスで取りたいっていう気持ちが強かったのでその中で世界選手権も去年敗れてしまって何かを変えなきゃいけないっていう思いもありましたしでも闇雲に適当に変えればいいわけでもないのでこの大学1年生になって自分が一番強くなってパリオリンピックで金メダルを取る可能性が高い道っていうのが今年このように決めた道だと思っているのでこの道を信じてしっかり頑張りたいなと思っています。複数年契約っていうのは自分の中でも初めてではあったんですけど長い目で自分を選手として見ていただけたことに本当に感謝してますしそういう評価をしていただいたからには絶対ここで3年契約していただいたから安心するのではなくてもっと向上できるようにそして金メダルを取りやすい道を選んでいけるようにそこを頑張っていきたいと思います。今までは応援マッチとして行かせていただいたんですけど、地域が密着して本当に応援をとてもされていたので、これが味方になると考えると本当に心強いですし、観光もたくさんの名所があると思いますし、素晴らしい県だと思うので、これからはぜひ僕のことをもう一緒に応援していただいて、自分も沖縄の皆さんに勝利を届けられるように頑張るので、ぜひこれからよろしくお願いしますと、伝えたいです。今まで琉球のチームであったことによって都内における練習環境というのは非常に厳しい状況でございました。しかしながら有明含めていくつかいつでも練習環境が整うまた体のケアそういったところについても万全な体制が行っていきました。 NT の合宿以外でですね練習をしたいといえば弊社の選手が今12名ほど在籍をしておりますのでいつでも都内においての練習環境と練習相手をしっかりとご提供ができる環境になりましたので練習の相手、環境、またそれに対する体のフォロー、そういったところも今形を整えて変更させていただいた形になります。 T リーグの試合だけではなくて自分の選手として国際大会含めてサポートしていただけるっていうのが本当に嬉しいことであったので改めて感謝してますしここまでサポートしていただくからには自分もこれまで以上に頑張らないといけないので提供してくださる環境を自分のためになるように頑張りたいと思います。大学にも入られて環境はかなり変わったと思うんですけど T リーグのチームもそうですし大学もそうですし何か環境変わったなって実感していることとかってありますか？やはり一番大学で授業のやり方が変わって自分は通信制の大学なので毎日パソコンでやらなきゃいけないので毎日課題をやらないと終わらない状況なので結構毎日追い詰められてしまうことではないです、はい。通信制に入ったっていうのは卓球のプロ活動を優先するためっていうところなんですか？羽生選手だったり松平健吾選手も同じ学部なのでそういった先輩方が卒業されているので卓球をやりやすい環境なのかなと思ったので入学させていただきました。ありがとうございます。リアルタイムの山下です。これから関西に取材に向かいます。明日学生選手のインタビューも出るのでこちらもお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。 Rallies